テヒグラムとは、大気の熱力学的な状態を表現するグラフの一種で、気象予報の専門領域で使われる。テヒグラムとも言う。未記入のテヒグラムの0斜め方向の直線軸は、気温の等しいところを表す、等温線と運位の等しいところを表す、等温線で構成されている。温位はエントロピーに相当するので、等温位線は等エントロピー線とも言う。 気温を表すテンパチャーとエントロピーを表す、エントロピーイコールファイ、そして設備ジグラムから、t ファイグラムと呼ばれ、これが、読みだけになって、テファグラムとなった。また、気温と温位の他に、高度を表す、等圧線、出潤断熱原理数を表す出潤断熱線、乾燥断熱原理数を表す乾燥断熱線、飽和比質を表す飽和比質線が記されている。普通、 高層気象を観測するラジオゾンデから得られた各気圧の地点における気温と露点温度のデータをもとにテヒグラムに線を記入していく。線を描き終えると図から対流有効位置エネルギーの値を算出する。これはまた各高度での風光を表す矢羽根も記入されることがある。これは上空の風光分布をもとに時間の補正をするためである。イギリスの気象学者 ネイピア省が考案し、1915年にイギリスとカナダにおいて初めて使用された。グラフ上での面積の大小がエネルギーの大小に等しいため、ケープの算出に都合が良く、これが採用の大きな理由となった。これ以降、他の国でも詳細な部分は違っても似たようなグラフが使われ、始めた。ありがとうございます。